髪色変わった前髪がボサボサなのは気にしないでください見てどうしたの前髪大変なことになってるよ レイヤー入ってたんだけどより入れたより入ったチャー蒸しとサラダ食べてます一回はまー。 なんかサノボイスとかね「もう1週間今日で仕事終わったけどマジで疲れたでも頑張った」っていう方が多かったから「ーーつけましたお疲れ様だよみんな。 ありがとうあ、とクマもありがとう。今日はね1時間1時間くらいしかできないけど。 みんなと約束したから週一はショールームをやろうって今月はね約束したからうんー今日暑かったすごいめちゃめちゃ暑かった ご飯食べたうんカレー最高だねいいなてかさミュージックバース来る人いますか 実は俺私行くよって方いますえ行くいる,いる <laughs> 行きます行く どんくらいの人来るのかなって思ってでもお話し会とかでさ「ミュージックバス行くね」んっていう人がね誰一人としていなかったから本当にいる人いるのかなーっていう <laughs> 日曜日だよね誰,と誰一人として「次会えるのはツーショット」だったのみんなだら「あれミュージックバスって発表されてるよね」と思いながら。 結構見かける私はもう誰一人しちゃう私のファンの人は誰も来ないんだ私のファンの人でえ行くよっていう人いなかったから私のファンの人は誰もいないんだ悲しいな いないよいませんあの当、ー、日券も多分あると思うんですよはいあると思うんですねで ま、9人のライブになってしまうんですけどもまあまあ来てくれたらちょっと嬉しいかなっていう感じなんですよね。ではまあ無理せず「来てくれたら嬉しいけどそれはそっちの方向しか見ないけど来れたらで大丈夫です」 ライブだな、あエリーくんじゃんエリーくん仕事終わらせていきますえマワニャも本当に言ってる本当じゃあワニャのことしか見ない <laughs> 見つける頑張って席教えてあとで発見されたら席教えてくださいサーモンサラダいただきます大好き うん。うん、吉しも来てくれるの、一応相手か行く、本当に。大好き。ありがとう。頑張って必死で探したいな。後ろの方だけの見つけてください。 のもの持ってたらね来れる人までいいよ無理しないでね頑張るからが、が、が、頑張るよ しいバイト止めたらいけますって無理せ、ね、んでねん入院中なのああ倍さんじゃんえー 早く体調良くなってくださいねあやべえほんだシーザードエッシュが飛びました「君に掘られて最上級にかわいい」のが一生頭で今日ずっとなずっと流れてるんですよ何ですか ずっとこのときせんさんの曲ずっと流れてる「夢の国行きたい感じ」なんでなんで 夢の国ね行きたいねそういえば行きたいあの新エリアみたいなの行きたいですね <laughs> でも今はさめっちゃ混んでるだろうから行かない行けません混んでるでしょもう行った人はいるんですか ピーターパン好きだからねめっちゃ行きたいピーターパン面白くないよくディズニープラスでピーターパン見るんだけどさみんな何が好き 出たピーターパンの本当はこうなんですよっていうやつ <laughs> モンスターズインク面白いね私も大好き。ターンアイスク私ビショと野獣のさアトラクション感動しちゃったんですけど のさ、やつめっちゃ感動しませんあのなんかアトラクションいいよねめっちゃロマンチックだよねめっちゃうん ねうん人間戻るとこわかるあれどうなってんのあれはもう果たしてどうなってるんですかっていういやサラダ盛りすぎたお腹いっぱいになってきたよ ディズニーのコスプレをするとしたら私はそうだな何がいいかなやっぱベルかもメルがいいかも。 圧倒的ベル。誰か野獣役、よろしくお願いします。年前のハリー・ポッター行かれましたか。私のインスタ見てないんですか。私の素性を知らないんですか。もう私一週間に一回、一週間に一回と二週間に二回行きました。うん。 やじを任せてほんとやろう長野メイ長野メイさんって言いなさいよやりません私の YouTube 見てくださいサナはスリージャリーのやつマルホイが好きだからねマルホイが大好きなんでさ悪役って好きになっちゃうんだろう 悪役っていうかさそういう何,何だろうあのライバルとか主人公好きにならないタイプだからな曲がってんのかな私うんミラーン系が好きない あそこからお話し会参加したい人って多分いないなんかディズニーとかユニバって結構いるんですよお話し会参加してでも嬉しいなんか私も行った気になれるからとっても嬉しいですスネップ先生が好きねいいよねハワイから参加したの楽しかった ハワイ行きたい誰か連れてってハワイ連れてって <laughs> でも1週間の休みがあったらいけんのかな一週間休みってないけどうん 来まへん ?9 日 <laughs> の応援のやつとかやったら全力でやってよ全力でやって2回目ねこれいおりといった時なんだけど全力でやってブーとかやってさ じゃあいいざその映像を見ましょうみたいな出来上がった映像を見ましょうってなったら携帯ないことに気づいていおりがずっと動画をこうやって見せたんだけどその間で私がずっと「携帯ない携帯な,ない!」って一生焦ってるの <laughs> あったんですけどすごい心優しい方に拾われて多分あのサービスカウンターみたいなとこにお届けされてて無事会ったんですよ。ガチ怖かったに 本当に本当に本当にさあれローブにさ全部荷物とかあの携帯とかリップとか入れられるからさその流れでさ多分どっか行っちゃったんだろうね心優しい方に拾われてお届けされましたマジであその人はね本当にいいことが起こると思う本当にいいことが絶対にね絶対に起こるよ 幸あれだよ本当にその人にいいことやった人には本当に幸せになってほしいし悪いことやった人には本当に不幸になってほしいそれ僕です絶対嘘でだ私の携帯言えないですよ何なのか 眉毛今日ジブリの愛知の行きたいの行きたーいいいことしないといけないな私はそうだね数族ってさ私っていいことしてんのかなと思ってさもうかんない毎日のいいことって何ですか何でもいいのゴミ拾いとかでもいいのかな 今日い,いこと、私は何をしましまたか挨拶をすごく笑顔でしましまた <laughs> でも知らない人だったんですけど普通に「こんにちは」って言われたからすごい笑顔で私も「こんにちは」って言いました <laughs> あ配信をしてる配信をしてるそんなことでいいのそんな。 そんなことでいいんですか。挨 <laughs> 拶大事だよね、本当に。うん。いや、今日の皆さんのいい,い,いことは何ですか。 いいよどんなちっちゃいことでもいやこれっていいことじゃないって思ったらいいよみんなが思ったこれいいことだなって思ったことあえらい休みの日に資格の勉強しましたえらい <笑><笑>ああえらいあ偉えらい声出演おいしそうでしたあいしましたいいですね天気が晴れてたことかなあその自分がやったことだよ <laughs> それはさ天気の方がやってくれたことじゃん違うよ <laughs> 何にも自分してないじゃん <laughs> あ分かんないでも分かんないねもしかしたらその人が晴れにしてくれたかもしれないもんね<笑><笑>あ優しい隣のレジの方が入れで案内しましたえそういう人めっちゃいいよね天気の声がいる <laughs> コメントのさ中に天気の子がいるんですけどあトイーパー交換しましたね 出勤中おじさんにぶつかられたけどにらまなかったえ <laughs> ら<偉>いえ <laughs> らいねあゴミを分別めっちゃえらいそれは本当にえらいわあえエレベーターの開くボタン押してあげましたわそれめっちゃえらいえらいえらいっていうか 親切だねそうだみんなこうやって自分がだって人から言われてもあんま自己肯定感って上がんないから人にどんなにさ言われたってさ自分が納得しないと上がんないから自分で言ってこうみんなすごい。 やることやってんねん。私の今日の偉いと思ったのが今私アプリで UNO やってるんですねめっちゃハマってもうメンバーにもやらせてるし あとはあの友達にもやらせてって、それオンラインで叩かれ叩かれるじゃない。戦えるんですよ。だから電話しながら昨日は2時間電話しながら、ちょっとあの uno でオンラインでやってたんですけど、それでまあそういうハマってる uno ってアプリがありまして、それでね。全世界の人と戦えるんですよ。もちろん日本人の方もいますし、全世界の方と。 オンンライン上で戦えるんですけどそれで、ね、んか卵を投げつけられたんですよめちゃめちゃなのに私何も悪いことしてないに卵をね投げつけられたんですよなので私は卵を投げつけ返さなかったんですよ偉かったと思うだって卵って食べるものだから 一回どんなもんかなって思って投げてみたことあったけどやっぱ投げるもんじゃないねあれはほんとうん水でお風呂入ったうん みんなさうののアプリやってねあの検索して UNO ってやったらってね一番上に出てくるからマジでやってください「うのうの」のアプリがあるんだよやってみんな言われてからやってるよでも誰とも戦ったことない ファンの方がとと戦ったことないわ日本人の方がいないんだよね。いつものか世界の方とやってて。あれみたいな。マッチングしたことありません。イコノイ・ジョイパズルしかしてません。ドキリ。ドキリ、ドキリ。ドキリ。うん。アプリ。あの アップルストアかグーグルグーグルあ ?iPhone じゃない方は分かんないんですけどアップルストアのうろーうろうーろってやつカメロなんて言ってそれ出ますかこれは何で紫間色 <laughs> の紫って言ったらこれになりました可愛いいよねずっとオリーブだったけど写真もちょっと 気分転換でちょっと変えようと思って変えました。うん。ねえ、日本人だった。うん。赤いうのってやつ。うん。 みんな今日だから今日金曜日だよねお支払い今日までだから気をつけてね対面お話し会とかツーショットとかオンラインお話し会サイン会のお申し込みが今日までなのでお申し込みぜひ忘れずにお支払いしてくださいお支払いできなかった場合あのブラックリストに入ってしまうので。 気をつけてくださいねお支払いしましたありがとう今日の23時までえ二24時じゃないの23時23時59分じゃないのブラックリストあるよマジであの支払い忘れめっちゃしはするとね あのブラックリストになって当選しなくなっちゃうから気をつけてね気をつけて <laughs> だからさクレジットカードの払いの人はさ即座にできるからいいけどさコンビニ払いは明日まで明日って土曜日までってこと 金曜日までっかと思ってた。うん,ん。うんよしあきこもありがとうそ通貨まえた。明日。まあ、コンビニマラヤの方ねクレジットとか持ってないとか使ってないって方はねあのー、ぜひ忘れずに明日まで払ってください二時三時ですよー。 ゲーミングのレーターよかったあのアラちゃんも言ってくれてたよね嬉しいホラーっぽいやつね引っ越したらクレジットカード止められてた ありがとう巻き方が違うからねやっぱさ島の美容師さん今日行ってきたんだけど島の美容師さんってなんでこうやって巻き方上手なんだろう分かんなえんだやつ怖かった私もギャーキャー言いながらさなんかレックしててさ 怖かったですそしてさ私がビビりすぎたからさそのさディレクターさんもさあのヘッドホンしてんのにさ「さなちゃんさなちゃん押しろ!」とか言ってさもうほにさやめてほしいですよね。モンメンメメトのコメントですか見えませんなのですごくすごくお手数おかげしますがあの X にて。 サナボイスでつぶやいてもらったも良い,いですか。あのモーメントのコメントしなくていいんで、あのぜひぜひエックスの方でよろしくお願いします。私なんかログインできないんですよね。なんかできないんです。お手数をおかけしますが、真面目にモーメントにコメントだごめん,ごめん本当に早く言えばよかったよね。 本当によろしく別にコメントしなくてもいいよもめてコメントしなくていいでもサノボイスにしといてうんほんとに何でも何度やってもダメだからもうダメなんだと思って諦めました 翔子にもやってもらったんだけどできなくてけやめましたサラボイスお金見られるの集中しきたえあれって大丈夫だよあのねなんだっけサークルがまだあるんだよサークルがあるんですよ皆さん知ってましたサークル機能がまだあるみたいなんですよだって 見れてないと思うけどみたいなやつが見れたんだよね。とからもしよかったら。いい全然あの見られてもねいいやつでも全然いい何でもいいよ。作品使ってるけど見えてるか見えてるよ。 でもやり方わかんない私やったことないから。見ることあるけどやったことないからわかんないからちょっと心優しい方教えてください。ちなみにブログ更新する予定は、あ、皆さんブログで思い,し思い,思い出しましたけども明日。多分ある動画が上がりますので。楽しみに言っちゃった。<laughs> 言っちゃったあしたねちょっと私もめっちゃ楽しみなんだその動画があるのがすごい楽しみにしてたやつだと思 CH 見てくださいねマジで CH <laughs> 誰がクリッチの動画やの誰がクリッチの動画を見せるんですか まあ面白いと思うけど、ほぼモザイクだよ。もうたくさんの方映っちゃってるから。私のほうきの動画ならまだしも。ほうきの動画あるか。 じゃ五千円ください。五千頂いてもいいですかね。洗 <laughs> ってくれるの？優しいじゃん。みんな優しいじゃん。 おもんさんですかおもんさんはですね Today s coming でございます <laughs> タイムリーすぎる Yes, today is coming She is coming 今こっちに向かっております ツーショットご用意されなかった、うん、次申し込んでみて諦めないであのキャンセル枠みたいななんかあのなんていうのあるから諦めないで待ってるよ部屋に虫入って泣きたいです 泣くんじゃない泣いてって解決しないのか戦いなさい泣いてって解決しないよ戦わなきゃうんちょいしっとやった嬉しいあゆなちゃんありがとう 泣き声似合ったら本当ありがとう嬉しいちょっと撮っちゃったレイヤーはね入ってるから巻いたらかいでも自分で負けなーい通常誕生日前日えっんかさそういう方めっちゃいるんね誕生日なんですとかさ言って私もすごい嬉しいサナツンと対戦したいからウのダウンロードしてきた じゃぬこさんっていう名前なのね私たぶん絶対バレない私ね絶対にバレない名前でやってるからみんなに赤バレしませんわかる分かるようにするわけないじゃんバレちゃうもん 頑張れないかな対戦したらオンラインとかで教えてよかったじゃあもう数日後とかに教えて実は対戦してたよでもマジ日本人のこといないんですよねじゃあ私がなりすましてうのやりますえでもねサナって人いたのあの SANA のサナって方がいてえサナとサナが戦ってるじゃんと思ったんですよ 4人4人で戦うんですけど <laughs> うん別にでもたたきつけなくていいんだよ卵大事にしようね はいさんサン野さんやってたらもうビビっちゃうよビビっちゃうちゃうよもし当たったら卵投げつけてくださいええー、卵食べたい。 卵投げるなら卵焼き作ってなんて、ね、え、嬉しいありがとう絶対バレないもん <laughs> バレませんジャスミンなの u n 何ジャスミンって u n 得意です勝ちますふん私だってランクめっちゃ上だもんでもいつも負ける 友達いる時さ、いつも言われるの。え、サナってさ、本当にうのさ、好きなんって言われるぐらい負けるんでしょ、いつも。う、え、ん、ー、<laughs> いつも負けます。いつも言われる。 いいんだ好きだから好きと得意は違うからさねみんなうん横の色いいパズルもお願いします、うん、ドキドキ汗汗。虫やりました号泣ですえらい 自分を信じようよ b e l i e v e yourself! フリーパス課金して私課金しないですから唯一課金してたのたまごっちぐらいアプリのたまごっちを課金してたけど私虫と友達だからとってあげたいえへ、ー、え虫 と友達ってなれるんだ。初めて知った。はいよりでかくて、八より小さくて、なんかブームいって、キモかよ。え、なんだろう。カナブンとか。カナブン。カナブンか。そうさね。カメムシじゃない。あ、カメムシじゃない。 えー、カメムシじゃないキルフェボンにウィークエンドシュトロンって名前のタートってたらえー、シャレてんねフェボンさんよ。タモゴッチのキャラーが好き？私口クチパッチーカすぎさらめめっち。 キルベモンのちょっとおいしい、えー、ありがとうございますえ、なんか茶色です本当無理でしたとにかくブンブン言ってた多分キモかったかなおもろすぎでしょ絶対中学生とかでしょあ <laughs> 茶色茶色で飛んでくる でもさ、カメムシもさ、茶色系ってないっけカメムシとかさ二十四ですごめんほんとにごめんね <laughs> めっちゃ中学生だけ言ったら24歳でしたまじ <laughs> かほんまごめんやでえ、子供の字 ちょっとそれは言わないでおこうさすがにジーが飛んで入ってきたっていう事実がちょっと無理だからやめとこうサワツン中小の服中,中小だってアップの「中ショット」みたいになっちゃったさなつん通称の服決めてますもう決めました服買いました珍しいさなつんたまに星から好きなんだろうな星から好きしかも 文字化けしちゃうようなことはうんアホだから好き誰がアホやねんチューショット歓迎ですやだしかもなんかあんまコメントしたことないでしょ私にそんな人からチューショットなんて来られちゃったらちょっと無理です 遊びに来たよ,よ今日のかわいいねこれザラザラ子供の字死ぬ明日 GK アイテム買い漁る <laughs> <laughs> あさってくださいバルさんたいてくださいね本当に。 ザラだよアホは褒め言葉ってことえー、そうなのアホみたいで可愛いなとかってこと考えたポーズ下げしゃげあミみやんさんハートくれたから許しようああありがとうフフフ。<laughs> 恩人ですだってよかった私あゆみちゃんあゆみちゃんの恩人になれたみたいよかったツーショット何持ってみせたらいいかいまだにわかってない iPhoneiPhone iPhone を持ってアイフォンスマートフォンを持ってきてくださいそれだけそれだけでマストアイテムはそれだけ 自分は関西人だけどアホは好きな人たちにしか言えないあ本ほんとじゃあめっちゃ仲いいっていう証拠ってことあアホちゃうってことだよねえアホちゃうってことツーショットだめ駅周辺したいえ絶対した方がいいと思う あのねあとはもうこの前のツーショットで私はもう絶対あのバイトであろうスタッフさんにあの絶対に撮り方を教えますちょ特にさあの女の子ってさ撮り方とかめっちゃゃ気にするじゃん私も気にするから「えっ!」みたいな。でなんかやっぱ時間,時間も限られてるからそのこっちが全然用意い。 まだしてないのにさんにーちみたいなので撮られてた時があったのそれで私が大号泣スペシャルをしましてこれガチね。でなんか本当にしかもなんかこのポーズ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 ,このポーズの4枚で決めてたのにそのタイミングが合わなくてであのなんか適当に撮られたんですよだから適当とか言っちゃダメだよね。あののななんんかかタイミングが合わなかったんですよその方とで なんか私がもうほんと大号泣してファンの,ァンの方の前で大号泣してでその大号泣した写真も撮られたんですよめっちゃ泣いて「えごめん」みたいなです本当に何か話が通じなくて「ごめん」みたいな言ったらその写真も普通に撮られちゃって「えー、みたいなそれでも1一回中断ですよ 中断してあのスタッフさんに言って「あのちょっと本当変えてもらえませんか?」って言って変えていただいて女性の方になったんですけどなのでその経験があるので任せてください私は絶対にそう女性の方になってからすっごくもう画質も画質とかなんか壁も明るくなったりとかしたんで私はちゃんと言いますから皆さん男性の方も女性の方もあの小さいお子様えおお 大人の方まで安心してください私は絶対に皆さんに大満足していただけるようなツーショットにしてますからもうあのね言えなかったの勇気がなくてなんかあ「ちょっと止めてください」って言えなかったのでやっと泣いて止めてくださったからもうダメです泣いたって解決しないってことに気づいたので私はちゃんと言います「すいませんすいませんすいませんあのちゃんと撮ってもらっていいですか?」ってちゃんと私が責任を 持ってて言いますので安心してくださいだってサノたもんすごいねめっちゃ来てくれてる仲いいファンの方だったからよかったけどその泣き顔ショットを撮られたのがしかもなんか可いい泣き顔とかじゃなくて「うん!」みたいなことをそういう画面を画面を撮られたからそれで本当にめっちゃもう、えー、下げ下げ下げってなったんではい次は絶対に。 失敗がないように私も責任を持って取り組みたいと思いますその方とタイミングが合わなかったら後ろを向いたりとかしてあすいませんすいませんすいませんってやりますのでとっく合いになったら止めますねあすいぜひあの殴り合いになっちゃったら止めてください本当に <laughs> 絶対にもろうねみんな すいませんすいませんすいませんちょっとタイミングおかしくないですかって言いますねまあその方も何か焦ってたのかわからないなんかねそのチケットを確認する方のスタッフの方と写真を撮る方との連携が取れてなくてなん「何のポーズ何枚です」っていうのが連携が取れてなかったんですねででその方その写真撮る方が 例えば「2」のポーズ「2枚です」って言ってくださるんですけどそれも分かんないまま「撮ります」みたいな多分時間制限にとらわれてたんですよそのスタッフさんはなのでサナとそのファンの方が「えええみたいなしかもさサナも初めてだしそのファンの方なんてもっと緊張してるわけじゃんその中なんかパニックパニックみんなパニックになりながら撮ってたからそれで「えみたいな。でそれが部部終わってで2部 じゃあ改善それをスタッフさんに言って改善しようかなと思ったら全然改善されてなかったからそれで「えっとさってなってそうで帰っていただいてそしたらすごくやっぱ私がもう大号泣スペシャルしてたから多分余計にすごく気を使ってくださったのかもうん、100%漏れる写真を撮ってくださって iPhone のその。 画面で明るくするみたいなところがあるんですけどそれまでやってくださっててそれを覚えたから私は絶対にその写真を撮る前にあのそのバイトの方に絶対に教えます「すいませんあの写真をこの角度でこうやって撮ってもらっていいですか」って絶対言 <coughs> 使うよ、ね。えっめちゃめちゃ使うよ。 みんなも何かあったら言ってねそうだから「インフォメーション言ってね」って言って言って,言ってくれたんだけどファンの方が「いやでもなんかそのポーズじゃないけど枚数分取れちゃってたからもう取り直しはできなかった」みたいなこと言ってて「下げ下げじゃん!」ってなって「インフォメーション相手してくれないよ何のためのインフォメーションなんだ本当に!」。そのが変わろうか じゃあインフォメーションカッコりってやったら <laughs> 対応がマジであそうなんだじゃあインフォメーションカッコりっていうのでやったらいいんじゃないですかね <laughs> そしたらさファンの人も「まあカッコりだからしょうがないか」みたいなインフォメーションはんマジで何もしてもらえないそうなんだそうブレてても取ってたら OK になっちゃうんだよ でも絶対てててるのっっ分かってたんだよサだってさ「321早けです」絶対そんなのブレてるやんと思ったら結局やっぱブレてったらしくて本当にちょっとそれはちゃんと言いますね怪しいのこの人って思ったら言いますんでだってさファンのみんなも嫌だけど私も嫌だもん楽しんでもらいたいのにさわブレてたって思われるのすごい嫌じゃん そうだよね、ブレても OK なわけないよねだってさ私だって写真撮ってさ別におしゃおしゃスタグラマーじゃないんだからさそのブレてる写真をさあおしゃれって言って撮るわけないじゃん <laughs> <laughs> さあつんヤホー大遅刻したよそんな大丈夫でまた15分ぐらいで終わるけどあの部屋の片付けしないとね来られちゃうんですよねあの 今からママとパパがこっちに来るんですけど部屋の片付けをしてないとママの机があるんですけどそこにいつも自分のものをねたくさん置いちゃってるんです。やばいだから本当にダメなのあ。その机をちゃんと片付けしないとああ、またママの机にそうやって自分のものたくさん置いてって言われちゃうから片付けする時間を設けてます。<laughs> もんちゃん来るよじゃあ今日モーメントにもんちゃんとのツーショット撮ろうかなそれでモーメント投稿しようかな唐突だけどブロッコリー食べるねうんありがとう頑張るみんなも頑張ってごちそうさまでした もう車に来るよ早く免許欲しいなああつかめなかったシズティありがとうなんか久しぶりじゃないえだからか久しぶりじゃないシズティ何してんの実はちょ久しぶりに再来週会いに行かせてえりポンポンポポン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 な待ってる。 フェラーリでですすよねそうなんです私フェラーリが本当に美味しくてごちそうさまでした絶対をいただきますとごちそうさまでし、ね、いたい今日はねとあのもう茶碗蒸しは食べ始めてたんで「いただきますは」はこのショールームでは取れてなかったんですけど「ちゃんといただきます」って言いました カミラカワ本当に嬉しい、ありがとう。ミュージックバースもこれだよね。なんか前髪落ち着いたね。たくさん触っちゃってごめんね、前髪触って。偉いです。ありがとう。偉いよ、みんなも。だってみんな今日偉いことしたんでしょたくさん。偉いよ。サナちゃんがフェラーリ乗ってたらじわる。なんでじわんねん。そこはちゃんと尊敬してよ。 今日何食べたの茶碗蒸しとサラダキャンピングカーは興味ないうーんまあ一時期ちっちゃい頃とかは憧れてた時はあったけど5月のサナツンタイム図書館でオるオ踊ってかわいいそっか図書館にもあれかあるもんねそういうのえ私何探してたんだっけ サングラスもねいや今年の夏はちょっとサングラスもかけちゃおっかなと思っててなんかだってさもうこの年なんだからもうサングラスとかさ一応アイドルだからねちょっとサングラスをかけるのはいかがなものかという気持ちだったわけですよ。なんか,なんかファンのみんなはさちょっとさあの女,女優さんでもないのになんか。 私がさサングラスさかけ始めたらちょっとさ「どうしたどうした」どうしたってなるかもしれないじゃん。だからいかがなものかと思ったけどだからあのセブ島でしかねサングラスかけられなかったんですよ去年は。だからあのー、今年こそちょっとサングラスかけてブイブイはしちゃおうかなって思ってます。 似合ううんみんなはそう上目使い担当してもらっていいんだよさあずンポーズかわいいポーズとってみてくださいかわいいポーズしてんじゃん今かわいくなかったごめん スクショタイムなんて全くやらんからねもうみんなが適当に撮ってくれたらいいんだけどさやっぱさスクショタイムって必要なのどうせみんな適当にバチバチ撮ってるんじゃないんですか撮ってるやろ撮ってるやろバレてる。 でしょドキリドキリじゃあ終わる時にさちゃんとあのー、スクショタイム取るからさ待ってて <coughs> 待っててね音が止ばった色が変わった トゥントゥントゥンだにもバレずに撮るはずだったのにバレてるよかわいいポーズを撮ってみてくださいとりましたまた連絡帳やってほしい誰か連絡帳やらないマネージャーさんと連絡帳をやろうかな連絡帳ノートって売ってんのかな 私が今うう「今日はこういう一日でした今日はこういう一日でした」っていうのを1週間貯めて1週間マネージャーさんに渡すっていう連絡帳ノートやろうかな。「<laughs> 一人り <laughs> 鬼ごっこ配信してください」怖いでしょ多分そんなことやったらみんな多分ね可愛いって思わない多分もう恐怖だから。 姉さんペーパーレスの時代ですそんな時代に私はちゃんと紙に書きたいよね日記はねたまに書いてる2日に1回ぐらい忘れないかったら <laughs> あアイ l o ユー、私もアイ o v ユー恐怖の一人鬼ごっこ」みたい恐怖の一人鬼ごっこ。 今日キャンディー先生も来るそうだよキャンディー先生も来るよキャンディー先生もねおじいちゃんなのよめちゃめちゃねおじいさんだからでもめっちゃ可愛いなんでさおじいさんなのにそんな可愛いのっていう結果どうなりました 何の結果ですか。かこのポーズを試してくださいね。すごいさ指定されるんだけど、じゃあやるね。<laughs> どうですか？<laughs> どうですか？おじいさんだからかわいそうなるほどね。すごいそのその方がさ毎回可愛いポーズ取ってください。このポーズを取ってください。たくさん言われちゃうんだけど。 認められたかな認めなよ、これが乙女の脚襲だこのポーズお願いしますポーズちゃうんじゃん、これこの顔むずいね眉毛がめっちゃ下がっ,下がってむず好きな上くださいポンどうぞ 受け取りましたか？サラちゃんのハマってるポーズ。サギサギサギ、これです。みんなこれ覚えてね。本当はこうなんだけど、それをこう飛ばしているから涙を飛ばすっていう感じでこうやってんだけど。 下げ下げ下げ、このポーズです。あ、じゃ、これスクショッタイムね、おはよ、い、う。下げ下げ下げ。下げ下げ下げだよー。はい、オッケーですね。取れましたか、皆さん。 早くモンタに会い,たいもう毎日モンタの動画を見てニヤニヤ一人でしてかわいいってなってるガチでかわいいじゃあ終わろうかなそろそろ。 終わる佐ナもあ俺も佐ナツに会いたい思うよ会ってくれてもいいんだよ <laughs> あ海外の方なのかあなたは本当に甘い砂糖のなんだろう砂糖砂糖のようです なんだろうじゃあお会いますバイバイランキング読もうぜ一位がクーちゃんねえクーちゃんたくさんありがとうね二位がヨシアキありがとう3位がニチさんありがとう四位がしずティ五位がすべてのあ、すべあいさんだ久しぶりね生き,た生きてたんですか <laughs> <laughs> 6位がのりさん7位が山ちゃん8位が関野9位がにゃんちゅう10位がりょっきー11位がけいじょん12位がうう13位がゆうせいありがとうじゃあ皆さんお支払いあのイベントごとのお支払いお忘れなく明日の土曜の23時までらしいのでぜひ忘れないでねブラックリストにならないで、ね、そして ミュージックバス、日曜日のミュージックバース、ぜひ来れる方はぜひ来てくださいね。9人で頑張ります。はい、では終わるねー。バイバーイ。またねー。そうだね、パシフィコだね。おやすみー。バイバーイ。またねー。間違った。こっちだった。